はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は1月22日新月までのタロットリーディングをさせていただきます。星の動きに関しては前回の動画で大まかな流れをお伝えしたのと、あとこちらのカペラノートにですね、1月の動き、2月の動き、3月全部書いてますので、こちらもよかったら参考にしてください。それでは早速いきましょう。1月22日までの獅子座さんです。すいません、よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。1月ですね、22日まで、はい、バンドのクイーンとマジシャンの逆とツルシビットと逆ですね、これも女帝ですね。カップに鳳凰逆、そしてペンタクル6ですね。対策や注意することとして言うと、ストレングスの逆とキングですね、ペンタクルスキングと、オラクルはワンドの3の逆位置です。私の中でちょっと意図を変えまして、このオラクルっていうのは、まあ、全体を通して全体を通して の、まあ、あの大事なカードなんですが、この今読んでるリーディングの期間中の、まあ、チャレンジカードというか、こういうふうにしましょうね、こうなりますよねみたいな感じで読んでるので、まあ、一番大きな意味としてはこのワンドの3っていうのは、あの黄金の海を眺めている、これから先の自分の未来をあの明るい意識で眺めているっていうカードなので、ぜひ1月22日までにまでは明るい気持ちで、ああなるようになるわとか、ああこうしていったらうまくいくかなみたいな、そういった気持ちでお過ごしください。まあ私から見て逆位置ですけれども、もう聖地に捉えていただいても結構です。これはどっちもいいカードですから、逆でも聖地でも。なのでその自分がこれまで頑張って手にしてきたことをやってきたことを、実績とかをちゃんと手に持って、ああこうしていこうみたいな、もしくは自分が作ってきたものを眺めているみたいなカードです。なので非常にこうやっぱりビジネスの計画を立てるとか、これからどうやっていこうかなみたいな、生活全般を眺めていくにはとてもいい時ですね。そして今あのいいんですよね、なんか責任感とか、あの自分でちゃんと自分をコントロールしようという力とかがちょっと強まってる気がします。まあ星で見てもこの20日ぐらいまでっていうのは、ちょっと日常生活とか雑務とかをねちゃんとこなしていきましょうっていう時期になりますので、まあ健康に対してきちんと向き合っていくっていう方もいらっしゃると思いますし、ちょっとこの前にですね、年末なのか年明け早々なのか、ちょっと身動き取れなかったのかなっていうのがあるんですよね。これは意識的に、自分の思考的に自分を縛ってて、もうダメだもう動けないってなってるのか、もしくは本当に物理的に体が動かないなのか、いけないなのか、何か妨害があるのかっていうことで、ちょっと止まっていた思考から、あのなんかもうすでに解放されましたねっていう感じがあります。今は そのなんかこう縛っていた思考から何かが外れて、そこから生まれたって感じがしますね。止まってたものから外れることによって、そこからなんか出てきたなって感じがあります。それ喜びだったりとか、嬉しい感情だったりとか、可能性ですね。すごくこれは芳醇なカードなんですね。もう泉もあふれて、水が流れて、植物が実って、あの稲穂もあの育つみたいなね、稲穂なのかトウモロコシなのか知りませんけど、なんかそういうのが育って、あの何か生み出していけるよっていう、すごく豊かな感じのカードなので、それがもう今出てるっていうことは、もうその中にいるんじゃないですかって感じでしょうかね。今すごくその日常生活もちゃんとケアできるし、健康も時間もね、あのなんか自分で自分の生活や自分自身をちゃんとケアできてるって感じがするんですね。ちょっとこれまでは時間がかかっていたりとか、ちょっと遅れてしまった、出遅れたことがあったとしても、全然そんなの問題ないって感じで、ここからやっていけますし、また誰かとの楽しい会話がありそうですね。コミュニケーションとてもいいです。人と向き合ってちゃんと話をして分かり合えてるとか、自分の気持ちも分かってもらえてるし、あ向こうの気持ちも分かったみたいな形で、すごく豊かですね。でその後に、あのこの豊かな関係性がいつまで続くんだろうみたいなのはあまり考えないでください。それぞれの状況がありますし、今はまだ1月22日までの占いなので、そんなに長い期間っていうよりも
今この時間を自分の豊かさを感じて過ごすっていうふうにしてみてください。そしてその豊かな感覚のまま心を開いて人と接したら、あ、もっと豊かになったみたいな、もっと嬉しいこと聞いたとか、あ、もっと楽しいっていうふうになるということですね。で、さらにその後になんか優しさも出てくるというか、もっと自分にできることをやってみようみたいなね、感じがあります。とてもバランスの取れたいい感じです。なんかまるでですけど、ちゃんと肥料のある肥えた土にもう本当に芽が出る種をちゃんと植えて、それも根も生えてきて、お水もあげて気候もよくてて、もう絶対これ育つよねっていう環境がそこにあるみたいな感じがあって、そのちょっとこれまでちょっと動きにくかった分、今感じているその豊かさがあり、人との関係もよくて、ビジネスやこれからの生活のことをしっかり考えている。で、それでいて、私が星目線のところで言ったね、謙虚でいてくださいねって言ったんですけど、本当謙虚ですっていう感じがもうカードに出ているので、素晴らしいと思いましたね。はい。そしてこのペンタクスのキングっていうのも 自分だからこそここまでできたっていういい意味での自負があり、で、この余裕のある感じがまた人々に何かを与えていく、別に本当に何かお金をあげるとかではなくても、自分が知ってることを教えてあげたりとか、自分の存在っていうのが周りの役に立つみたいな感じで、すごくなんか愛情やエネルギーに満ちてるなーって感じです。で、このストレングスっていうね、不可能を可能にする力っていうのはまだ私から見て逆位置なんですが、これはおそらくどこまでやってあげていいのかわからないとか、どこまで言ってあげていいのかわからないっていう意味での、ちょっとこう脱しそびれているみたいな感じがあるんですけど、全然それは問題じゃないです。ちゃんとここでも出してますしね、自分のできることやっていこうみたいな。ただ、ちょっと遠慮してるかなぐらいの感じでしょうか。でもとてもバランスが良くて良かったですね。年明け早々いい感じじゃないですか。このままいてください。このままいって、またね、1月22日ぐらいに次の動画をアップしますが、次の動画はちょっと生配信でやろうかなと思っていますので、その時に直接ね、ライブで質問していただいて、そこでお答えしてみたいな感じにしようと思います。で、それはメンバーシップの方にご招待を送りますので、ご興味ある方は、実際にこう今見ながら質問したいという方は、是非メンバーシップもご検討ください。この、どのメンバーシップでもご招待します。はい。ということで、なんかバランスが取れているので、このまま行ってください。非常に地に足もついてるし、自分自身の健康も生活もコントロールできるし、感情もちゃんと穏やかで誰かと向き合っていってる、全然混乱してない感じがあるので、あ、混乱してないんだ、私今いい感じなんだと思って生活を整えていってください。ということで、また次回1月22日ぐらいに更新したいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。